さて、31回目ということで頑張ります。それでは行ってみます。この辺りね、2日間ほど、ほとんどものを食べてなかった、口にしてなかったという話でした。で、He was so badly dressed that even a man accustomed to the to shabbiness would have been ashamed to be seen in the street in such rags。 さて、He was so、彼はね、ラスコーニコフは He was so badly dressed、 ひどい格好をしていたので、ひどい服装をしていたので、 so badly dressed that、 そうだったですね、ので、 even a man、 こういう男でさえ、 even a man accustomed to、 even a man who was accustomed to という意味ですね、 who、 even a man accustomed to、shabbiness、 これが主語ですよね。ボロボロの服を着てる、ヨレヨレの服とか、ボロボロの服を着ていることに慣れているような男でさえ、would have というのは、would have の後に、would have been ashamed だから、would have plus pp ですね。would have、過去分詞。何々だったろう、何々になっただろうという意味ですね。で、そういう男でさえ、ボロを着ることに慣れてる、ボロボロの服を着てることに慣れてる男でさえね、恥ずかしい思いをしたろう、だろう。To be seen、 何々するのが恥ずかしい、ね、見られることが恥ずかしかっただろう。In the street、往来でというかね、通りで、往来で、in such rags、 そのようなボロをまとって、そのようなボロをまとうことに、みすぼらしい格好をすることに慣れている男でさえね、そのような rags、 そのようなボロをまとって往来で見られることが恥ずかしいと感じただろう。ラスコルニコフはね、あまりにもひどい格好してたから、貧乏で、で、見かけを全然気にしないからね。っていうか、イケメンなのにね、見かけ全部むちゃくちゃ、もともと貧乏だけども、余計に、途中で家庭教師辞めたりしてね、ちょっとネタバラすとね、せっかく家庭教師とかできたのに、で、お金稼いでたのに、もうそれも辞めちゃってね。何にもしないもんだから、考えてばっかりでね、何にもしないんですよ。ですから、もう服なんかむちゃくちゃボロボロね、であまりにもひどいから、他のそのセントピーターズバーグの中心街のね、変なやつがたくさんいるんですけども、そんなやつらに比べてもやっぱりラスコルニコフは特にひどかったから、そのような、in such rags、 そのような服、そのようなボロっていうのは、彼の、着ていたようなボロで、起きたまま、往来を歩いているところを見られるのが、ね、恥ずかしかっただろう。普通のやつだったらね。普通のっていうか、みすぼらしい格好をしている男でさえね。それでさえ、だからよっぽどひどかったんですね。古事記以下だったかもしれないんですよね。ということで、in such rags って言ったら、言い換えると、もうちょっと単語、説明を加えると、in such rags as he was dressed in とか、そんな感じかな。in such rags as those he were wearing とかね、he was wearing とかね、という感じでしょうね。で、would have been のね、待ってください。
would have been would have pp ね何々しただろうその時にこうこうこうだったらこういう人はこうこうこうしただろうこれ仮定法過去ですね仮定法過去このような言い方面白いだけじゃなくてちょっと難しいからねあの復習しておきたいと思うんですよね復習というか、うん、いくら復習しても足りないぐらい奥が深いですよねこういうのはねですからぜひとも分かりきってると思っててもねそれでもまたなおかつ調べるとかねで、まあ、調べるだけじゃなくて普段からたくさんたくさん要書を読んでねいろんな要書まあこういうのってねあのいくら仕事で英語使っててもねあんまり使わない使うとしてもそんなに頻繁に使わないですよ複雑なことは言わないやっぱりね小説でしかもねあの何て言うかな純文学にはよくこんなん出てくるんですあのやっぱりねちょっと複雑なことを言ってるような小説読んだ方がいいですねあのビジネス関係の本ばっかり読むとかねあの工業関係の本読むよりもね大体工業関係の本なんかに、この would have なんて出てこない。would have, plus, あの、ね、あの、何、過去、現在完了なんてね、現在完了じゃない。would have plus, 何だったっけ、past participle, 過去分詞とかね、そんな、あの、普通の工業文献には出てこないし、ビジネス関係の文章にもそんなに出てこないんじゃないかと。ね。出てくることは出てくるけども少ないんじゃないかと、学術論文にもそんなに出てこないんじゃないかとしかし小説には出てくるんですよねだから小説ガンガン読んだ方がいいんですよねというわけで would have pp で would have plus past participle でその例を挙げてみましたちょっと挙げてだといっても僕が勝手に考えた英文ですけどね申し訳ない my late friend 僕が死んだの僕の友達が死んだ友達は僕の死んだ友達だったら would have said no ね僕のあの例のあの死んだあの今は亡き友達だったらもし今生きてたらねそんなことには no と言っただろう嫌だと言っただろうねあんた今ここ僕に対してこうしてくれ、ああしてくれって言うけど、もし、僕の友達が生きててね、今ここにいたらね、My late friend would have said no. 僕の友達だったら嫌だって言っただろうな。というようにことを言いたいときに、past participle 過去分詞が出てくるんですよね。何々だと言っただろう、何々しただろうにってことね。これか、何仮定法過去ですね。Subjunctive past っていうのかな。Subjunctive past ですよ。ね、もしこれをね、if 主語動詞で言い換えるとしたらどうなるかな。If my late friend were here, he would have said no. っていう感じかな。もし彼が、もし僕の、死んだ友達がね、今ここにいたらね、それに対して嫌だと言っただろう。If my late friend were here now, he would have said no to that proposal. とかね。そんな風に言えるでしょうね。次。2番ね。My late mother would have liked to see your performance. ね。My late mother would have liked to see your performance. あんたのね、演奏とか、演技を見たいと思っただろうに、あの僕の、あの死んだお母さんがもしここにいたらね、僕の死んだお母さんだったら、君のパフォーマンスを見たいと思っただろうに、ね、見てみたいなと思っただろうにと、そういう時ですね、これをもし if で言い換えると、if my late mother were here with you now,she would have liked to see your performance という感じですよね。というわけで、would have 過去分詞、would have plus pp、past participle の復習しました。というわけで、次行きましょう。would have ですね。
こんなボロに慣れてる男でさえね、恥ずかしいと思っただろう。そのぐらい ラスコーニコフは変な格好してたと。そして、そっちライブスでしょ。次ね。In that quarter of the town, in that quarter of the town, the town はもちろんその町、サントピーテルスバーグのことですね。town。ところで、まあいいや。で、その町のその区画において、その区画、町、セントピーテルスバーグはでっかいからね、そのうちの一区画って言っても、その中心部ですけどね、ラスコーニコフが住んでるところはね、で、in that quarter of the town、その町のその区画においては、その地域においてはね、ということですけども、quarter、またクォーターという言葉を、もともとこれラテン語から来るからね、語源を調べたくなるわけですよ。なんか面白い単語というか、有名な言葉、僕らが聞きかじった言葉とかね、皆さんがよく知って、聞きかじった言葉と関係するか、語源を調べたら、ものすごくたくさんのいろんな言葉につながるからね、調べたくなるわけですよ。んでね、またね、あれどこ行ったかな、あれれれれ、あれちょっと待ってね、ごめんなさいね、まいったな、あったあったあった、コアラコアラクォーターですね、コアラ、4分の1というのは本来の意味で、ね、4分の1で、4分の1町、例えば町があって場所があって、それを4分の1に区切ったその4分の1のと場所というのが本来の意味だけども、ちょうど4分の1というのが本来の意味だけども、ただ単なる1区画、ね、地域のそのある1地区という意味になるわけですね。必ずしも4分の1とは限らない。10分の1かもしれないね。1区画ね。というわけで、この4分の1という本来の意味のこのコアラね、今は、この小説では、地域、地区、1地域という意味で使ってますけども、これのね、これに似た単語をたくさん並べました。ね、ついでにもう、覚えられるから覚えちゃいましょう。ね、これね、コアラでしょ、コアラね。ラテン語、クワットワール、クワットワールって読むんですよね。4のことですね。コアラ。英語ではフォーって言うけども、ちょっと似ても使わないけどね。クワットワール。まあ、英語の for というのはこれはゲルマン語でドイツ語とかに似てね、ドイツ語だったら for に近くて fear というんですね、 fear、 ちょっと待ってね、英語はね、英語はラテン系のこの数字なんかはラテン系の言葉じゃないから、フランス語とかとは似ても似つかない。for。これはゲルマン系の言葉だから、ゲルマン語に似ている。すなわち、例えばドイツ語だったら、フィーヤ。これ、フィーヤというものじゃなくて、フィーヤ、フィーヤ、F みたいに発音するよね。フィーヤ、4ですよね。その他、多分ね、ゲルマン語ですから、ドイツ語に似たオランダ語とか、スカンジナビア、北欧の言葉とかね、アイスランド語とかね、スウェーデン語、ノルウェー語、そのあたりが全部似てるはずなんです。調べてないけどね。よく知らないけど。で、ともかく、コアラっていう言葉だったら、これはラテン系の言葉だから、ラテン系のたくさんの言語に似てるわけですよ。調べて、これね。クワットワール。これが4ですよね。で、4がクワットワールなんですけども、これを、クワルタリオ、あんまりよ。クワルタリオムって言うんですって。クワットオールが4で、クワルタリオムというのがクワーターという意味、 4分の1、a fourth part という意味ね、4分の1の部分。だからクワットオール、クワルタリオムね、4、one fourth ということですよね、4分の1ですよ。次、フランス語、quatre、ちょっと似てますでしょ、ちょっと崩れただけって感じ、quatre、これが4ね。これが何、ね、キャッチー。
キャッチーって言うんですよね。ちょっと待って、見にくくなってきたな。ちょっとね、声を広げると声がここへ届かない。ね、ごめんなさいね。キャッチ4ね。で、キャッチー見えるかな。キャッチークワルティエルって書いてあるように見えるけども、クワルティエルのように見えるけども、キャッチーカルチエラタンと書いて、カルチエとか言って、カタカナではね、そう書いてある。カルチエって書いてあるけども、キャッチー、キャッチー、キャッチー。これで、これで、こう、あの、four で、one fourth、四分の一って意味なんですね。そこから、あの、ある地域って意味になるんですよね。キャッチー。例えば、フランスのパリなんかで言うとね、キャッチーラタン。ラテン地区ってあるんですけどね。もともとラテン語を喋ってた地域。すなわち学生地域という意味でね、キャッチエラタン。キャッチエラタンっていうのがパリにありますけどね。そういうような言葉、地域というね。そして、スパニッシュ。では、クワトロ。そっくりじゃないですか。クワトロ、キャッチ、クワトロ。ね。スパニッシュでは、クワトロ。これで、フォアですよ。クワルト。これが、クワダ、キャッチエ。あるいは、クワルタリウム。あるいは、英語のクワダ。にそっくりですね、全部ね。こんなもん楽勝ですよ、クワルト。クワトロ、クワルト。イタリアン、クワトロ。全く一緒じゃないですか、このラテン語とクワトゥオルトね。ここら辺も全部なんか似てますよね。で、イタリア語は特にね、ラテン語に似てるんです。本当はね、ラテン語に一番忠実に、ラテン語を一番忠実に守ってる、世界の、あの、忠実な、なんていうかな、忠実なしもべみたいな、ラテン語を割とかたくなに保守、最も保守的に保存しているのはルーマニア語と言われているんですね。一番下の。ロミニアン、ルーマニア語ね。パトロ。ね、クがプンになってるじゃないか。これは全然忠実じゃないように見えますけども、これはちょっとね、たまたまね、忠実じゃないんですよね。このクっていうのがね、クがに変わってしまってるんですよ、ルーマニア語でね。片っ端からそうです。クっていう発音が、プに変わってる例がものすごく多いんですね、このローマニア語ではね。だから、カトロって言いたいのに、パトロって言ってしまったんですよね、ルーマニア人は。ね、プに変わって、パトロ。クワトロが、パトロに変わってしまった。そして、ワンフォース、あるいはクワターっていうのは、アルパトロリア。このアウっていうのは忘れたけど僕ね。で、パトロリアのパトロリア。パトロっていうのはフォーだからね。これね。パトロ同じですね。で、最後のリアっていうのがなんかわかりませんけど忘れました。ともかくこんな風になるんです。パトロ。これ一応は似てるんですね。それはともかくとして、イタリア語で、クワトロ。イタリア語はもう、イタリア語もラテン語かなり、やっぱりね、ラテン語の発祥地というか、ラテン語を主に喋ってたのはイタリアですから、で当然イタリア語はラテン語にそっくりなわけですよ。クワトロ、ね、これがフォー。で、クワルト、ね、もう全部一緒ですよ、これね。クワルト。これね、一番、クワーターでしょ。それからね、ラテン語ではクワルタリウムでしょ。それからフランス語でキャッチエ、スペイン語でクワルト、イタリア語でクワトロ、あ、ごめんなさい、クワルト。次、ポーチュギーズ、ね、ポルトガル語、クワトロ。あ、ちょっと待って、ポーチュギーズ、ポルトガル語の発音の仕方僕知らないんです、未だにね。これ一応いい加減に発音します、クワルト。え？これクワルトかな？クワトロ、あ、ごめんなさい。クワトロのように見えますね。で、次、クワルトのように見えますね。でも全部一緒ですよね、これも。こんなもん楽勝ですよ。こんなもんすぐ覚えられる。だからヨーロッパ人に生まれてきたら20カ国語ぐらいは簡単にできるはずなんです。僕らが日本の人がね、日本に生まれて、日本で育って、別にね、外国にも行く機会がない人が一生懸命英語を勉強して、なんとかできる、なんとか英語がかなりよくできるようになった。その人が同じだけの労力をかけると、もしヨーロッパ人に生まれてきたら、同じだけの努力をすれば、20カ国語はできるはずだ。僕は思いますね。
できて当たり前なんですよね。ですから、ヨーロッパ人が、ね、5カ国語できるぞと言ってもね、たったのね、5カ国語、たったの5カ国語しかできないのかと思ってればいいんですよ。口に出してはいけませんけどね。頭で思ってればいいですよ。10カ国語でも平気でできます、そんな簡単に。別にそれだから、ね、文句を言うつもりはありませんけどね。それはちょうど僕ら日本の人が、そろばんは得意な人結構いますよね。ところが、外国行くと、そろばん得意な人はあまりいませんよね。日本の人で、日本の、人で、柔道強い人は結構いるけども、向こうに行くとあんまりいないですよね。それはもう、やっぱりこっちにはこっちの強みがあって、あっちにはあっちの強みがある。向こうの人はヨーロッパの言葉に強いのは当たり前ですよね。ヨーロッパに住んでるんですから。僕らは日本ですから、日本だから、まあ、近くの韓国語とか中国語には強いかもしれない。もともと漢字を使って生きてるから、ね、中国語とかね。で、韓国語だって今は漢字使ってないけど、最近までは数十年前までは漢字を使ってたから、漢語が多いから、ね、割と韓国語を覚えるときでも、日本人は韓国語を覚えるときも、なんとなく発音似てるから覚えやすい。中国語を覚えるときも、やっぱり漢字だから覚えやすい。ということで、ね、残念ながら僕らはヨーロッパから離れてるから、ヨーロッパの言語には弱い。で、残念ながら、この今の世の中はヨーロッパ中心だから、僕らは隅っこに追いやられてるだけの話で、もし中国が台頭してて世界一だったらね、僕らはこんな苦労しなくて、中国を割と僕らは簡単にできるようになりますからね。で、ヨーロッパ人が苦労してたはずなんです。僕らは逆、今ヨーロッパが中心だから僕らは苦労してしまってるわけですね。いくら頑張ってもできない。というわけで